ははいこんにちはママヨヨネーズ好きマヨンです今回はブックメーカーで4,000パー40倍を取ったっていうそんな、ま、動画を撮っていきたいんですけれどもなぜこの動画を今から撮ろうかっていうところなんですがまずですねこのブックメーカーってすごく再現性の高い、ま、投資になるんですよね。でで、えー、やっっぱりお金を稼ぐっていう上ではその ややっぱ早めにに確実に稼げるやつをしたいいじゃないですか皆さんはそれができるかなって思,う、まあ、思ってブックメーカー参入されたりしてると思うんですけれどもでそして、えー、最近神奈川さんと黒川さんお二人でブックメーカーの RKC「楽、え、々、ー、簡単超楽しい」っていう本を発売されたんですよね。でそれに伴って日刊スパ でえーまあ、記事が上がってたのでちょっとそれについて動画を撮っていこうと思います。はい、で、でブックメーカーカ まあ、ブックメーカーって聞かれたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけどこれ結構ニュースとかでも普通に言われててあのスポーツのニュースとかあとは、まあ、スポーツ紙とかでもそうですけどブックメーカーでオッズはこれだけありましたよっていうことが書かれてたりするんですよね。なんで全然ブックメーカーって悪いものでもなくってイギリス発祥の のものになってます。で、それをまあギャンギャンブルとして捉えるのか、まあ、ギャンブルからどう投資に変えていくかっていうことで、私たちはあの投資として捉えてやってるので、まあ結構周りでも2倍近くの、えー、資金に上げたっていう方は多いですね。はい。そしてえ今日は2017年4月24日、ちょうど桜もなくなってきたかなっていう頃になってます。 はいで、えー、ちょっとこちらを見ていただきたいんですがこれが、えっと、昨日ですね4月23日の4時に配信されたっていうことで「岡崎レスター優勝」で1,000円が500万円に「ブックメーカーの知られざる魅力」っていうことが書かれてます。まあ、1,000円が500万にってなったらどんだけすごいギャンブルやねんって思うかもしれないんですけども。 まあこの、まあ、情報的に、まあ、日本の勝利ここに書いてますね日本の勝利1.7倍アメリカの勝利2.2倍とかこういうブックメーカーではオッツってていうのが出てくるんですよ、ねでまあ、そのいろんな書き方があってウィリアムス王子の子供はここに男か女か大統領になるのはトランプかクリントンか。 でまあそういうありとあらゆるものが賭けの対象ととななっっっててているっていうところになってますそして日本のプロ野球やサッカーの J リーグ対象にもなっててわずか0.2ドルこの約20円から始めることができるっていうことで結構まあ 20円だったらやろうかなって思う方もいるわけじゃないですか。宝くじでさえだって300円とかからね始めるわけなんでまあ実は身近な存在なんですよっていうところです。でその入門書っていうのが、まあ、出たっていうことでさっき言ったように「らくらく簡単超楽しい」「ブックメーカー投資入門」という神奈川さんとそして監修者の黒川さんっていう方がこのベッドかけ方のかけ方を独自独学で研究をされたっていうところですね。 はいでまあ、コミュニティも運営しているっていうところなんですが、まあ、その2人の、まあ、やり取りがこういうふうになぜ賭けが投資になるんかということで、えー、黒川さんが、えー、ずっとこのデータを取っていってくれてるんですよね、まあ、研究をし始めたっていうところで別途、えー、箇所が勝ち負けだけでなくってものすごい多いんですよ賭ける箇所がまずすごく多いっていうところで穴があるんじゃないか。 っていうところを見ました。はい、そして、まあ、神奈川さんは黒川さんに理系人間なんでみたいな名古屋大学でね、えーまあ、この試合をかなり多くねデータを取ってるっていうのが黒川さんになってます。で黒川さん1年か1年半はほぼ毎日やってましたって書いてるんですけど1万試合もやったんですよね。<laughs> でそこでデータを取ってるわけなんですよね。 でこれ結構1万試合1人でやろうと思ったらもう飽きちゃったりすると思うんですよ。で、えー、まあ買っても次やったら負けてしまいましたとかやっぱ上がり下がりって投資は絶対にあるので,でこれパチンコとかでもそうじゃないですか、えーまあ、今日行ってみましたあめっちゃボロ勝ちしたって思ってたのに次の日に行ったらかなり負けてしまいましたっていうのもあると思うんですよね。なんで まあ、そういったところはしっかりとしたノウハウを持ってやることっていうのが、まあ、ここにも書かれてます。はい、で黒川さんはね94%の勝率が出ているところをピックアップしてベッドするようにしているっていうところですね。でまあ専業でやってる人もいますそれで生計を立ててる人もいますっていうことですね。はい そうですねあとは、まあ、マネープレッシャーを感じないようにっていうところで結構額が大きすぎるとやっぱりねマネープレッシャー感じてしまう人がいるのでこの1万円ベッドする時と10万円ベッドする時とでは同じ気持ちになるっていうところですね、まあ、身の丈に合った金額で行うっていうのがね神奈川さんも言われてますけどもやっぱりルールを自分で決めてやっていくっていうところです。 でこれがさっき私が言ったように4,000パー40倍にした人がいますっていうことですねはいこの方は本当私も知り合いなんですけど朝起きて仕事に出るまでの時間でベッドしてましたで家を出たらもうやらないでそうすると一日にかけるもう上限っていうのが決められていくので、まあ、その人はそういうふうに稼いでいたっていう形ですねでまあ初心者で気をつけないといけない点は何か っていうことなんですけども株とかでやったらチャートを見ながら冷静に分析をするわけですよねでも対象がスポーツなんですよね私たちはで、えー、思い入れがあって応援もしてしまうと <laughs> それはダメ,ダメですはい。これワールドカップで日本対どこかの国がやっていた時に日本に勝ってほしいっていう感情がやっぱり入ってしまうんですよね私たちはでそういう試合にはベットしない方がいい いうことですあとこれですねお酒ですねやっぱ夜とかやってることが多いのでって言ってもあの24時間どこでもやってますで酒飲んでやって気が付いてたら50万吸っちゃったとか <laughs>、はい、結構私も聞きます何十万なくなっちゃったとか。でこれは別に まあ50万捨ててたたくてやったわけじゃないんですよね。で、その私の知り合いの方も10万捨てたくてやったわけじゃないので本当にありがちなんですよお酒飲んでたりとかしてでもその感染スポーツ観戦をしながら寝てしまうとかもあるんですよねでそのスポーツ観戦の延長でやるっていうものではなくってちゃんとノウハウに沿ってやってくださいと。で投資意識を持つこここととが大切っていうことで、まあ、の、 94%勝率のそこに誇る書き方について実践的なノウハウをまた後日紹介をするっていうところになるんですけれども、まあ、そういったノウハウとかで、まあ、実際にこのブックメーカーをやってる方っていらっしゃると思うんですよねやっててもずっと勝ち続けることってやっぱり結構難しいんですよ。でこれはじゃあなぜかっていうと まあ、パチンコのようにやっぱり上がり下がりはあるっていうところなんですがこれブックメーカーで負けた時にちゃんと負けた理由とか、まあ、データを取って何でここが負けたかっていうのを分析をしないといけないんですよね。でそこの分析も、 多分ね、ね。独自だったら難しいんですよわ、ね、からないと思うんですよ。でそういったところはあの私たちはコミュニティの中でも講師がいらっしゃってで私でさえもう半年以上前からブックメーカーやってるんですけどもそれで買っている試合ばっかりなのにここはこうした方がいいよって教えてくださるんですよ。でなんでそういった、まあ、講師が身近にいるっていうのが私はよくってでそこで。 まあ2倍に上げたりとか、まあ、私も2.5倍とかに上げてるんで、まあいろんな方がいらっしゃいますけど、負けた人は負けた人で、なぜ負けたかっていう分析ができてないので、そういった人に関しては、ちゃんとしたまたグループを作ってて、えー、講師の方から直接アドバイスがいただけるようなグループがあったりします。で、ぜひぜひ、まあ、そちらにね、もし本当にブックメーカーを投資として考えられるんであれば、そういった、 あのコミュニティとか環境に、まあ、入っていろいろと聞いていただいた方がいいんじゃないかなと思います。でそういったところに関しては私もあの無料で、えー、40分から1時間近くですかね、えー、その方にあった稼ぎ方っていうアドバイスをさせていただいてるんですね。で実際にえっ、ー、と例えばじゃあ月5万円 稼ぎたいブックメーカーで月5万稼ぎたいっていう人と月20万稼ぎたいっていう人がいてたら、やっぱりその方にとってのアドバイスの仕方って違ってくるので、そういったところではあの各一人一人ちょっと対応をさせていただけたらなと思ってます。はい。でまあこのブックメーカーで4000倍40倍稼いだ方もいらっしゃるっていうことですが、えー、まあ、スポーツにかける。そして初心者でも、えー、この でできるっていうところですね私もサッカーテニスとかあとスポーツ関係は全然知識がないです。<laughs> なかったんですがもちろんちょこっとは勉強しましたルールも勉強しましたしでもそんな人でも女性の方でも本当子どもでも誰でもかけていただけるっていう、はい、初心者でも投資に変えていけるってものになってますね。 であとはまあノウハウを持てば簡単に再現性の高い投資になるんではないかっていうことでぜひぜひこれをあの初心者でも稼ぎやすいものになってるので、はい、捉えてみていただくのはいいのじゃないかなと思います。あ,あとですねえっ、ー、とちょっと待ってください。はい、あとはそしたら まあ、この動画の下のところにも、えー、矢印が出ててその矢印の下のところから LINE に飛ぶようにもなってるんですが「No.4」公式 LINE っていうことではい、えーと「f y z 3 6 4 4 c と LINE に入れていただくとこちらで私につながるので個別で連絡もさせていただきますど、はい、どしどしご連絡いいたただけたらと思います。 はい、ブックメーカー投資で稼いでしまいましょう。はい、そんなことで、今回は最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。